俺はアントン。俺このタイムカプセルは将来結婚する彼女と開けるんだ。サプライズってやつだ。マサシってロマンチストなんだな。別にいいだろ。ちょっとマサシ君はエリカと結婚するんだから。はい、みんな準備できた？裏庭に行くわよ。校舎の裏にある大きな楓の木、その下に俺たち6年 A 組のタイムカプセルを埋めた。手紙やおもちゃ、0点のテストまで。この大きな箱はみんなが忘れた頃に開けることになるだろう。そう、俺たちが大人になったら。12年後。もう信じらんない。マニヤマの夜景見るのすごい楽しみにしてたのに。ごめんって。これからいいとこ連れてってやるからな。俺吉田雅史は24歳になった。大学時代から付き合っている彼女と一緒にとある場所へ向かっている。そう、プロポーズ大作戦だ。このまま小学校の裏庭に行ってタイムカプセルを開ける。あの手紙を見せればサエもイチコロだろ。彼女のサエは怒りっぽいところがたまに傷だけど、とても可愛くて守ってあげたくなる存在だ。本当にいいとこなの？ちょっと結婚は早いかなと思ったりもしたけど、こういうのは勢いだよな。はい、着いたよ。え？ここ真似川小学校じゃない？うん、俺の母校なんだ。12年前、裏庭の木の下にタイムカプセルを埋めたんだよ。それを掘り起こそうと思って。俺さ、未来の彼女とそのタイムカプセルを開けるのが夢だったんだ。記念日の今日にサエと一緒に見たくてさ。夢が叶って嬉しいよ。私もそんな瞬間に立ち会えて嬉しい。俺たちはいい雰囲気のまま裏庭にたどり着いた。サエにも手伝ってもらいながら、スコップで掘りながらタイムカプセルを探した。勝手に開けちゃって大丈夫なの？問題ないっしょ。他の誰かが先に開けてるかもしれないし、ちゃんと元に戻すからさ。あ、これかな。おお、さすがにボロボロだな。俺のを入れた缶はどれだったかな。ねえねえ、まさし何入れてたの？まだ秘密。開けてからのお楽しみだよ。俺は自分の手紙を入れた缶を探し出して開封した。そこには結婚しよう、プロポーズの言葉がそのまま綺麗に残っていた。これって？まあそういうことだよ。絶対将来結婚する彼女と開けるって決めてたんだ。まさし、これは完全に大成功だろ。俺は心の中でガッツポーズを決めた。次の瞬間、サエの手からもう一枚紙が落ちた。ん？これも手紙？え？俺はその一枚しか入れてないけど、その紙に書いていた文字を見て俺はギョッとした。何よこれ。そこにはとんでもないメッセージが書かれていたのだ。これって一体どういうこと？知らないよ。俺はこんなの入れてないし。その女って私のことなの？だからわからないって。とにかく俺はそんな紙を入れた覚えはない。まさか誰かの陰謀ってことか。誰が好き好んでこんなことするのよ。わざわざタイムカプセルを掘り起こして入れるなんて悪趣味すぎる。だから違うってば。謎の紙のせいで俺のプロポーズ大作戦は失敗に終わってしまったのだ。数日後、俺はあの一件のせいでサエに振られてしまった。俺の言うこと全然信じてくれなかった。3年も付き合ってたのにひどすぎる。俺はしばらくショックで立ち直れなかった。しかし冷静になってみると、だんだんと強い怒りが湧いてきた。あの手紙を入れたのは誰だ？俺を陥れた犯人絶対許さないぞ。タイムカプセルを入れた当時、6年 A 組はみんな仲良く穏やかなクラスだった。担任の晴美先生はおっとりとしていて優しい先生だったし、クラスメートたちもみんないい子だった。今でも連絡を取り合う友達も多い。あんな文章を入れるやつなんていなかったはずだ。え、エリカか。最近元気なくない？もしかして彼女と別れた？そしたらエリカと遊ぼうよ。俺は今それどころじゃないんだよ。あの時掘り起こした手紙を握りしめ、犯人探しをするべく俺は走り出した。
その女に気をつけろか。この手紙を書いた人を探してほしいと。その手紙しか手がかりはないのですが、どうにかならないですかね。筆跡とか見て調査すればいけますかね。そうだな、なんとか見つかるように全力を尽くしますよ。ありがとうございます。やっぱりアントンさんの便利屋は頼りになります。なんかもう探偵がやりそうなことまで引き受け始めてるわね。これが便利屋。自分でもできることを探そうと、俺はタイムカプセルを埋めた学校の裏庭に再びやってきた。もう一回掘り起こしてみようかな。気が引けるけど、他の人のタイムカプセルを見れば何か分かったりするかも。誰かいるの？やば！はるみ先生。え？もしかして吉田まさしくん？やってきたのは元担任のはるみ先生だった。校舎の見回りをしていたところ、裏庭に人影が見えて見に来たらしい。見つかったのが私だからよかったものの、勝手に敷地内に入っちゃダメでしょ。すみません。今そういうのはすごく厳しいから気をつけてね。はい。久しぶりね、すっかり大人になっちゃって。そうだ、この見回りが終わったら帰れるんだけど、一緒にうちで飲まない？ちょうど美味しいワインをいただいたのよ。え、いいんですか？もちろん。大人になって教え子とお酒飲むの夢だったんだ。パパッと見回り終わらせてくるわね。俺も春美先生と再会できたことが嬉しくて、春美先生の家にお邪魔することにした。乾杯。12年経ちましたけど、春美先生は全然変わってないですよね。そう？若くて優しい先生のまんまです。やだ、照れちゃうな。6年間ずっと担任だった春美先生にはかなりお世話になっていた。国語の授業で困った時は分かるまで一生懸命教えてくれたし、友達と喧嘩していた時にはお互いに納得して仲直りできるようにサポートしてくれた。俺の上履きがなくなった時は、見つからなくて泣いている俺のために夜遅くまで学校中を探し回ってくれたこともある。結局あの時の靴は見つからなかったんですよね。懐かしいな。思い出話に花を咲かせつつ、話題は俺のプロポーズ大作戦へと移っていった。この前こっそり彼女とタイムカプセルを掘り起こしに行ったんです。そしたら変な紙が入っていて、俺は飲んだ勢いで彼女に振られたところまで全部ペラペラと話していた。それは大変だったわね。ほら、おかわりあげるから今日は辛いことを忘れて。すみません。気づけば何杯も高級ワインをガブ飲みしていた。すると、あれ、突然視界がぐにゃりと曲がり始めた。その髪は私が入れたのよ。私の思った通りいい男になっちゃって。俺はそのまま意識を失った。なんだこれ。目が覚めると俺は椅子に拘束されていた。はるみ先生、何ですかこれは。あら、目が覚めた。はい、ゆうくん、あーん。はるみ先生はまるで別人のようになっていた。その時、部屋の壁中に小さな男の子の写真が貼られていることに気がついた。これは誰だ。さらに、あの靴ってまさか俺が昔なくしたやつじゃ。なんで。困惑している俺を見下ろし、はるみ先生はゆっくりと話し始めた。この子は私の息子、ゆうっていうの。息子。はるみ先生には年上の夫と4歳になる息子がいた。しかし交通事故に巻き込まれ、夫と息子を同時に亡くしてしまったという。この写真よく見て。俺に似てる。はるみ先生の息子さんの顔は幼少期の頃の俺にそっくりだった。家族を失ってどん底の時、真似川小学校に赴任することになって、そこで入学してきたあなたと出会ったの。本当に優かと思った。はるみ先生は息子さんによく似た俺を生き写しだと思って執着するようになってしまったのだ。あなたは
サプライズで彼女にプロポーズするってクラスメイト全員に宣言していたわよね。タイムカプセルを掘り起こした時、一緒にいるであろう彼女と俺が破局することを目論んで、晴美先生がその女に気をつけろという紙を入れたのである。何年後になるかは分からなかったけど、その時が来たら大人になったあなたに会えると信じて待っていたのよ。そんな。でも俺は息子さんじゃ。夜分に失礼します。この紙に見覚えはありませんか？アントンさん、拘束されてる。一体どうなってるんだ？ちょっと今ロープをほどきますからね。アントンさんたちも俺の友達への聞き込みを頼りに、犯人が晴美先生ではないかと突き止めて家までやってきたのだ。なんてことをしてるんだ。一歩間違えれば警察沙汰ですよ。待ってください、アントンさん。違うんです。晴美先生は過去に辛いことがあって。まさしくん、俺はこれまでの経緯をアントンさんたちに説明した。確かに同じ顔をしてますね。そっくり。自分の息子と重ねて行き過ぎた行動を取ってしまったってわけか。辛い過去があったとはいえ、自分勝手に何でもやっていいわけじゃない。それに実際の息子さんだとしても、そんな妨害をされたら怒ると思いますよ。そうですよね。こんなことをしちゃダメだって分かってたのに、自分を抑えられなかった。勝手なことをしてまさしくんの未来を奪ってしまって本当にごめんなさい。晴美先生、頭を上げてください。タイムカプセルでプロポーズなんてガキの考えだったんです。彼女は俺の言い分を全く信じてくれなかった。きっとあのまま結婚してもうまくいかなかったと思います。だから晴美先生は気にしないでください。俺は先生の息子さんになることはできませんが、たまにはお酒を飲みながらお話ししましょう。そうだ、今度みんなでタイムカプセルを開けるってのはどうですか？俺同窓会主催しますよ。まさしくん、晴美先生の過去を知り、息子ではなくまさしとして寄り添うことで、晴美先生も心の平穏を取り戻していった。これからも俺自身が誇れる大人であり続けたい、そう強く思っている。今日も見てくれてありがとう。君が見てくれて俺は嬉しいぞ。アントンさん、チャンネル登録もうしました？おう、もちろんだ。さすが。みんなもチャンネル登録と高評価よろしくね。